はじめまして、岡崎光弘と言います。このナラティブブックスのシステムを、作っているクロスケアフィールドの代表を務めております。あと残り本当にちょっと超えてしまって申し訳ないんですけども、短い時間ですが、システムの使い方のところを少し導入部分話させていただきます。もう多くの方々が今日お話しいただきまして、自分たちがどういうふうに生きていきたいのか、そういったことを共有する、なかなかこれ時間と手間がかかることをどうやったらできるんだろうって考えて、進めてきた秋田県の、仕組みです。でもう今更ですが、思いを伝える仕組みだということなの でそこに関わるさまざまなご家族の情報だとかご自身の情報というものを共有できるというのが、ナラティブブックの良さだと思っています。で使い方のところなんですけれども、これ秋田県医師会のページに行っていただいて、バナーにあるナラティブブックの緑色のボタンを押していただくと、この専用ページが出てきます。動画とか今日の講演の内容だとかも、掲載がこの辺に新しくサイトができていますので、それを使っていただければいいんですが、一般の方でご家族やご自身で ID を作るスマートフォンだとかパソコンで作るときに、このピンク色のボタンの方から入っていくことができます。医師会のサイトにアクセスして一般のところから入って、で、つないでほしい、見てほしい医師や看護師の方に、連絡を取ってもらうという順番になります。もう少し細かく言うと、この、ピンク色のボタンを押すと、ログイン画面というのが出てくるんですが、ここの下にですね、このオレンジ色のところで新規、ID を作るというボタンがありますので、そこで、ボタンを押していただくと、最初にメールアドレスを入れてくださいというところから、個人の ID を作ることができるようになっています。で今夫婦等の中に入れた書類の両面がありますけれども、まず始め方ということで、まずご自身が ID を取ることもそうなんですけれども、周りで見ていただきたい医療や介護の関係者の方々に声をかけることと、あとは現在ナラティブブックアクタに参加している利用施設はこの QR コードからも見れますし、先ほどのページの中でも一覧がありますのでご覧いただけたらと思います。で始め方としては、ご自身で ID が取れない方に関しては、周りの人に声をかけてください。で、ご自身で ID が少なくとも取れる人は、自分で ID を取った後、そのかかりつけの医療機関に相談していただいて、で本日この緑色のカードは、1枚、この封筒の中には入っておりますけれども、帰りにまだ余分があると思いますので、声かけていただければ、カードを配っていただける。またかかりつけの医療機関でも、もらえると思います。あとは画面もお話の中に出てきましたので、どのように使う目標を書いておくとか、それから情報を共有するであるとか、で今現在でできることでいくと、この関わってくれている方々と、電話をかける、メールを出すという機能まではつながっていますが、一応来年の春までにビデオチャットで、ビデオで会話ができるというのが、つく予定です。でそれから先ほどご要望も、斉藤さんの方からご要望があったビデオですね。来月の頭にはアプリ専用のアプリが出まして、ビデオを、共有できる機能がつきますので、それをもうしばらくもう 2,3 週間待っていただけると、使えるようになるかと思います。あとは多職種で情報を共有できる、それを後で一覧表示をしたものを印刷したいというご要望もありましたので、それはちょっと検討させていただこうと思います。いずれにしても、客観的な医療や介護の情報だけではなくて、金田先生がおっしゃるような、自分の情報だとか、自分の思いというものを、まずやはり伺えるというところが大事な、このシステムの特徴だと思っています。封筒の中に入れました、この表紙の資料は、使い方だとか、あとはさまざまな機能の一覧を、掲載してあります。少し細かいので見なくても直感的に使えるようにはしているつもりなんですけれども、ご参考にしていただけたらと思います。また封筒の中には、最初の頃由利本荘でスタートした時期の3年間をグッドデザイン賞という賞を受賞した時にお世話になった東京芸術大学の藤崎先生のという方のラボの学生さんたちと一緒に一冊の本にまとめてあります。本日の講演にもあったような話が、書面で、見ていただけますので、ぜひ周りの方々にもお声掛けいただいてお誘いいただけたらと思います。伊藤先生が中心になって、行った活動に対してですね、
このシステムではなくて活動に対してナティブックの評価をいただいたグッドデザイン賞を2つ受賞しています。関連する施設にはこのあなたの思いを聞かせてくださいというポスターが貼ってありまして、ぜひこのポスター貼ってあるところにはどういうものなのとか、ぜひ使いたいというふうにお声をかけていただけたら、より使っていただけるんじゃないかと思います。はい、最後になりましたけれども、物語の主人公は皆様です。私も私の物語でこの事業に関わらせていただいています。どうぞ皆様の話を周りの方々と共有して、いい人生というか物語を紡いでいただきたいと思います。そのための努力は私は精一杯やらせていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。